この時間は投資信託のコーナーになります。本日のゲスト、三井住友トラストアセットマネジメントチーフストラテジスト上野博之さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。いろいろ今日お話を伺っていく中で、はい、まずは日本株上がりましたね、調整してますけど、こういうところですね。そうですね、あの足元は調整しましたけど、今年に入ってからですね、はい、あのそういう意味ではあの、まあ、1、3でかなり上がってですね、まあ、その後あの4月以降調整ありましたけども、また6月以降ですかね、あのかなり上がりまして、まあ、4万2000円超えましたので、はい、4月 の, あの11日、ですね、ましたんで、あの足元はちょっとまたあの調整はしてますけども、全体ではまだちょっと上がってきたかなっていうところのまだ範囲だと思うんですよね、はい。まあ、急ピッチな上昇の調整っていうのはいつもあることで、そうですね、というふうに見ておいていいのかなと、今のところはそうですね、はい、ですね。で、まあ、差は去りとて、はい、アメリカの SP500 と比べるとどうでしょうか。あのこれもですね、あの、まあ、特にあの、まあ、トピックスは今回ですね、あの高値更新したということで、はい、あのまあ、これはあの結構話題にはですね、まあ、日経平均ももちろん大事なんですけど、やっぱ全体としてはトピックスだと思いますので、はい、まあ、そういう意味では日本株もよく上がったんですけども、ただ、まあ、あのこれ1年間って今年入ってからですね、はい、あの見てみますと、やっぱり SP500 もそれなりに上がってきてますですね、あの、まあ、かなりいい線はいってるかなというところで、はい、まあ、日本株も頑張ってるんですけど、やっぱり SP もそれなりについてきているということだと思いますね、はい。これをもうちょっと、長い目で見ると、あのトピックスについてはやはりあのバブルの最高値のところまで行ったということで話題になりましたけど、あの、まあ、SP500 と並べてみるとですね、あのトピックスはやっと戻ってきたというところですが、まあ、当然アメリカ株はずっと上がってますんで、はい、あのこういう状況ですけども、まあ、ここからですね、あのやっとですね、あの日本株についてもですね、まあ、同じような形で動けるかどうかというところになってくると思いますね、はい。まあ、スタートラインについた日本株って感じですもんね。あのそういう見方でいいんじゃないかと思いますね、はいはい。でその日本株の上昇の背景4つほど挙げていただいてますね。あのやっぱりここまでですね、日本株がまあかなり上がったと思うんですけども、この背景ですね、まあ、大きく見るとこの4つだと思うんですね。でこれがやっぱりあの崩れてないかどうか、はい、というのがここからですね、あの、まあ、調整に行くのか、それともまだですね、あの、一旦調整をしつつも、まあ、上がっていくのかというところだと思いますので、ここのところですね、あの非常に重要になっていくと思いますね。まず1番目の、まあ、市場改革っていう部分では、やはりその資本コストを意識した経営、要するに PBR1 倍だとか ROE8% とか、はいはいはい、ここはやっぱりやってよねっていうところは重要だったってことですね。これはあのやっぱり経営の意識改革という意味でも非常に重要で、はい、あの当然あの他の先進国に比べてですね、日本は遅れていると言われていたこともあるんですけども、あの思った以上にですね、この改革、まあ、これがですね、あの経営者の中でも進んできているんじゃないかというふうに言えると思いますね、はい。でかつ開示してくださいっていうのが、毎月開示しろって言ってますもんね。そうなんです、これ毎月更新されてるんで、結構すごいことだなと思うんですよ。であのこの、あのグラフにあるようにですね、毎月増えてるんですよね、しっかり、はいはい、ですんで、やはりあのまだ出してないところは早く出さないとならないみたいなですね、まあ、そういったプレッシャーもあると思うんですけども、あのこれはですね、非常に大きい、あの当初想定以上にですね、成果をあの出てるんじゃないかなと思いますね。しかも自社で自社のことを分析もしてくださいねって、そうですね、はい、分析自分でするんかいっていうのはありますけど、でも自分で分析するんですよね、はい、自分で分析して、やっぱりこれはあの株数が多ければ自社株買いもあるでしょうし、はい、あのまあ、配当を増やすとかあるでしょうし、まあ、そういうところは実際にあのアクションとして出てるというところは非常に大きいと思いますね。まあ、直近5月末で、約 72% が開示済みと、はい、そうですね、開示済み、まあ、検討中も含めてですけども、はい、まあ、かなり高いペースだと思いますね、はい。だってこれやってないところのがもうほとんど少なくなってきました、ね。そうなんですよ、こうなってくる と、どうしてやらないのって話になりかねないんで、特に PBR 一番割れてるところはですね、はい、あのそういう状況に陥る可能性が高いんで、特に最近アクティビストファンドなんかもですね、台頭してますんで、はい、非常にそういうところはですね、あの注目度が高まっていくんじゃないかと思うんですよね。中身よく見ていくと、その開示していないっていうところはもう PBR なんか3倍も4倍もあるし、あ、そうですね、今更しなくてもいいよねっていうのは残ってるだけで、あのそういうところは別にあの成長で見せますっていうところはあると思うんで、はい、まあ、それはそれでまたあのそういう選択もあると思いますね、はいはい。もう一つはNISAですね、話題にもなってますけども、はい、あのこれがですね、これもあの想定よりもですね、まあ、あの結構お金集まる、まあ、お金集まるだろうなとは言われてたんですけども、はい、でこれがあの、まあ、成長枠投資と積み立て枠投資と積み立て枠とですね、あってですね、まあ、あの当初やっぱ積み立てはそれなりに集まるんじゃないかというのはありましたけども、まあ、成長枠金額別で見るとですね、あの成長枠がかなり実は多かったんですよね、はい。でその中で、まあ、投資信託もあるんですけど、実際の株式ですね、はい、
ここが結構多かった。さらには見てみると日本株ですね、国内株に対する比率が多かったということで、はい、全体としてですね、NISA買い付けの中で国内株の比率というのはかなり高かったということなんですね。これ意外感ですよ。言われていることは、いやみんな海外の株に行ってますよとか、あるいは海外投資になってますよって言われてたんですけど、はいはい、意外と国内株前線してるなと。そうなんですよね。実はこう数字で見るとですね、意外と海外にみんな流れていっちゃってると思うんですけども、はい、もちろんそういう投資信託で売れてるものもあるんですけども、ただ一方でやっぱり国内 の現物株ですよね、はい、生株をやっぱり買ってる、まあ、特に配当利回り高い株ですか、NTT とかですね、出ますけど、買えますからね、なんでそういうところにやっぱり集まってきているというところは非常に大きいことだと思いますね。あと日本の相対的優位性ということで一番比較されるのはやっぱ中国ですか。中国ですね。やはりこれまでですね、逆に中国がですね、非常にこう成長が著しかったところは当然アジアの中でですね、はい、中国というのがまあ、お金を吸収するというかですね、資本を集めた部分があって、特に先進国を中心に中国に対する投資というのがすごく進んだわけですね。当然株式投資も含めてですけども、はい、まあ、これがですね、やはり大きな転換点を迎えているんじゃないかと言われていてですね、でこれがまあ3兆円回も終わりましたけども、はい、結局この大元の不動産のところですかね、ここにはあんまり大きなですねメスが入らなかったというか、なかなか手を入れづらいんでしょうけど、そうですね、かなり厳しいとは思うんですけども、かつそのプライムレート、長期プライムレート 1% 下げましたけど、はいはい、ちょっと小手先みたいな感じですもんね。そうですね、やはりちょっと利下げをしてもですね、ちょっと下ぐらいじゃ全然効かなくて、やっぱりこの抜本的な日本もそうでしたけどね、すごく、ね、頭に浮かぶんですよ、はいはいはい、あのくらいやっぱり抜本的にやらないとやっぱり無理かなとは思うんで、そこのところがやっぱりまあまあなかなか難しいのは分かってますけど、やっぱり今回もなかなかそこまではいかないなというところなんで、ちょっとこの部分についてはですね、中国からこうお金が出ていくという流れというのは、まあ、引き続き変わらないんじゃないかなというふうに思われますね。まあ、日本のバブルの時の不動産もひどかったっちゃひどかったんですけど、中国を見てると途中で建つのやめちゃった、建築途中でたくさんありますもんね。そうですね、日本の場合はやっぱりあれはなかったですよね。民間がですね、相当傷んだという、中国の場合も民間ではあるんですけど、まあ、一部公的な部分もですね、はい、かなり入っている部分があるので、ちょっとこれ特に地方政府ですよね、はい、なかなかこれをこう全体をこう体制の中で戻すのってかなり力がいるなとは思いますね。そうですね。あと、はい、まあ、イギリス、フランスというヨーロッパですよね。そうですね、先進国もですね、特にまあヨーロッパですけども、非常に政治的にですね厳しい状態になっていると。で、まあ、フランスは特に最近議会でですね、はい、中ずり議会と言われます。はい、はい、そうですね、選挙あったんですが、まあ、内閣が決まらないみたいなですね、はい、状況が続いていると、まあ、これから、ね、オリンピックあるんであれですけども、ちょっとなかなかこういう状態だとですね、やっぱヨーロッパ特に、まあまあ、イギリスもそういう意味だと選挙してですね、労働党政権になるなどですね、いろいろとまあ動きがあってですね、ちょっとやっぱり不透明感というのが、はい、拭えないのかなという状況になっているということですね。で、一方もう一つはデフレからの脱却ということで、はい、賃上げ率はまあ賃上げしてきましたよね。日本の問題としてはやっぱりデフレから脱却できるかどうかというのが一番重要なポイントなんですけども、はい、まあ、結局春闘の方もですね、全体で 5.1% 賃上げできましたということで、まあ、こういうところから見るとですね、まあ、かなりいい状態になってきたというふうには言えると思いますね。もう一つはコア CPI のところですが、2.6%、はい、物価 CPI もですね、まあ、2% というところに対して 2.6% ですんで、まあ、あとはこれが続くかどうかというところがもちろん重要にはなるんですけども、そういう意味ではですね、かなりこの辺も含めて、まあ、デフレ脱却でき、まあ、もうかなりできているとは思うんですけどもね、完全かどうかというのはありますけども、かなりいい線にいっているという意味では、まあ、日本に対する目というのはまだ変わらないのかなと思いますね。ただリスク要因としてはやっぱりデフレ脱却失敗の可能性があるということですね。まだ完全脱却じゃないって言ってる限りはやっぱりその可能性がまあなくはないっていうことなんで、この部分ですね、はい、あとはまあ政治のリスク、まあ、9月に自民党の総裁選ありますけども、この辺も一つポイントになっちゃうんですか。そうですね、やっぱり政治海外から見るとですね、政治が安定してくるっていうのは非常に大きいことですので、はい、ここはリスク要因としては考えておいた方がいいかもしれないですね。ということで、まあ、世界の株式それから日本株を上げてきた背景等々を今考えていただ いただいたんですが、今日ご紹介いただくのが、米国株配当貴族インデックスオープン、はいはい、響きいいですよね、配当貴族っていうのが、ね、名前がいいですよね、はい
これはどんな形で銘柄を選んでいくんですか。これは配当貴族ってまあ有名な指数ではありますけども、はい、SP500 の中からですね、連続配当ですね、はい、続けている銘柄ということで、まあ、60億銘柄がまあ現在入っているというファンドになりますね。で過去の20年で見ると、利回り特性非常にいいよねっていうことですね。そうですね、基本的に SP500 指数の中から選んでますので、まあ、近いには近いんですけども、まあ、それを過去はまあ上回る状況があったということですね。これ低リスク低リターン、ミドルリスクミドルリターン、ポイントはここでして、はい、やはりSP500 もまあ一指数なんですけども、やはりそれに比べてリスクが低めというところがですね、やっぱり中の銘柄がですね、ずっと連続増配しているということなんで、はい、それなりに安定した銘柄ってことになりますので、まあ、このリスク度合いが低いっていうのが特徴になると思いますね。からまあ ROA ですね、はい、総資産利益率の効率はいいよと、はい、そうですね、はい、結局はそういう銘柄がまあ多く集まることになりますね。それから、相対的に高い配当利回りということで見ていくと、これはもう配当連続配当を続けているということなんで、やはり配当利回り自体も実際他の銘柄よりも高くなるということだと思いますね。実績配当利回りで 2.5%、はい、ということです。これ S&P500 だと 1.3、 ナスダック100だと 0.8、相当配当利回りはいいですよね。そうですね、やっぱりどうしてもSP500、まあ、ナスダックももっとそうなんですけど、ハイテク系、まあ、成長株多くなりますとね、はい、配当はやっぱり低くなっちゃいますんで、まあ、そういう意味では相対的に配当利回りは高くなるということですね。から、下値抵抗力ということでいくと、総合収益比較するとやっぱり強い。はい、そうですね、そういう意味ではボラティリティが少ないというかブレが少ないという意味だと思うんですよね。特に今ハイテク株がですね、まあ、アメリカもやっぱりハイテク、まあ、SP500 がハイテク比率高いんで、はい、そこの部分がですねちょっとボラティリティが高いというか、やや株価も上がったんでリスクはあると思うんですけども、そういう意味ではそれと比べるとですね、やはり下値抵抗力というのはそれなりにあるというふうに言えると思いますね。それとあれですね、この次のページのところのとにかく連続配当年数60年以上とかですね、日本とはとても考えられない連続配当ですよね。これがこういう銘柄やっぱりあるっていうのがアメリカ株の強いところですね。もう誰でも知ってるコカ・コーラ、J&J、P&G と本当に60年、日本だとせいぜい30年弱ですもんね。そうですね、これはやっぱりすごいとこだと思いますね。はい、から業種でいくと結構 分散した業種になってるんですよ。これそういう意味では SP500 と比べるとかなり資本材素材とか入ってますんで、まあ、かなりその情報 通信とかですね、情報技術ですかね、に偏ってる SP500 とはこう違う中身になってると思いますね。そして、まあ、個別銘柄があって、まあ、右肩上がりでずっと来てますよね。そうですね、基準価格が今3万円超えている状態になってますね、はい。まあ、ご興味ありましたら松井証券さんのホームページ等々で、ご覧いただいてご検討いただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。